プレーナンバー3の4大阪ガスファーストダウンテン、ボールオンは相手陣35ヤード。タッチダウン、ランディバックス23番ハンドオフから右オープン展開、そしてカットバックを切り左方向に切り返しエンドゾーン、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、磯野は相手選手をタックルするときにフェイスガードを使いました。この反則は重大な反則となります。しかしこの反則の施行はされません。したがってタッチダウンが有効となりまして、先ほどのプレーでタッチダウン、大阪ガスサンクスタッチダウンです。大阪ガス6点獲得。